J さんこんにちは。サラリーマン J さんとしてスタートして年間で500万円稼ごうとしていた、そんな宣言があったと思いますけども、今回の決済でかなりそれが縮まったんじゃないですか。もしかしたらあと半分ぐらいになったかもしれませんね。まあ具体的な金額はセキュリティ上お伝えできないと思いますけども、まあそれもね、ちょっと加味しながら500万にどのぐらい近づいたのか、期末でねまた教えていただけると幸いでございます。さあ暗号通貨ですけどもね、リップルね、確かに200円の抵抗線私もずっと見てて、200円を超えると400円まではまあポーンとに行くんじゃないかなと思いますけども、逆にですね200円を狙って売却をしている、そういうふうなね、売り圧力もあることはあると思うんですよ。やっぱり1回400円に行ったからといってね、400円で高値掴みした人がずっと持ち続けているかっていうとそうでもないですし、それから新規の買いっていうのがここからねどのぐらい入るかっていうと結構難しいと思うんですよ。というのがやっぱりリップルって20円前後の時期が長かったですからね。そこで買った方のことを考えたら10倍になった今だからこそ、200円前後だからこそ売るチャンスだっていうふうに考えてると思うんですよ。そして私もそうなんですけども、200円前後になってそれをねまたね400円まで待つかって言って、これ全体量が倍になるだけですからね。ね、倍になるって言ってもすごいんですけども、私も結構な金額入れてましたんで倍になったらすごくありがたいんですけども、ただ時間的なロスを考えるとまあかなりね私もこう結構な含み益になってたんで、ここで決済しても目標利益は達成したんですよ。であとねこっからのことなんですよ、そろそろお遊びのなんて分散投資は終わりにして集中投資に切り替えていく時期かなと。私も2014年からやってますからね、まあ、ですんで7年やってるわけですよ暗号通貨の方に。で7年経ってここから集中投資していろんな通貨で試した分ももうなんかね、これからはもしかしたら化けるものもあると思いますけども、それはもうしょうがないです。いつまでも追ってもしょうがないんで、ここからはイーサリアムとエーダに特化していこうと思います。エーダは買い増しはしないですけども、ステーキング1本になりますけども、プレセールで買ったんでね、もうエーダに関しましてはもうフリーハンドでいいと思いますけども、イーサリアムをどこまでね育てられるかってところがここからの私の挑戦になります。とはいってももう仕込みが終わってますんで、これからねイーサリアムは100円は楽々100万円は超えると思いますけども、新しい条件でね200万に行く可能性も出てきたんで、ちょっとここをね、検討していきたいなと思います。まあ100万円はオーバーしてそこで1回、半値決済だとか前値決済はすると思いますけども、200万円に向かうかどうかってところはその後のね市場の状況を捉えていこうと思います。さあそれでなんでね100万円突破するかっていうふうに私は踏んでるかっていうと、最近の値動き見ててもそんな予感がすると思います。あとねもう倍になったら結局200万ですからね、大体ね。だからこれリップルを倍になるの待つのと同じなんですよ。でリップルの可能性とイーサリアムの可能性考えたらやっぱりリップルにも魅力あるんですよ、やっぱりねトークンが付与されるとかね、それから SEC の訴訟明けでバンと跳ねるみたいなのあるんですけども、これはもう追っててもしょうがないです。どっかで決済してその決済した種銭をどっかに突っ込んでいくってこととかね、別のなんか欲しいもの買うとかって変えていかないといけないかなと思いますんで、かといって私暗号通貨のだからメインの投資金額っていうのはリップルとイーサリアムですからね、XRP もかなり保有してましたけども、これメインじゃないですからね。でこれはあくまでも余剰資金をたっぷり持っていた私の状況だからこそできることだと思いますし、それから初期の頃に ADA を変えたからこそできるポジションだと思いますけどもね、でもこれからはねミスター M さん、J さんと同じで J さんと一緒でね、XRP じゃないや XRP が決済して、それから ADA か ADA とイーサリアムの2本縛りでいいんじゃないかなと思います。この2つだけでも相当になるんじゃないかなと思いますよね。あとは自分の身の丈に合った金額で落ち着くと思いますので、それから私もね別に暗号通貨だけでやってるわけじゃないですからね、YouTube もありますしね、それからコンテンツもありますし FX もありますし、そのうちの一つですから、やっぱりこう暗号通貨軽く見るわけじゃないですけども、ただ撤退時を間違えるとまたね塩漬けとかね乱高下に巻き込まれてえらいことになったりとかもしますんでね、それから税金のこともちゃんと計算してやらないといけないですし、あと残りの人生ですよね。無限に稼げばいいってもんじゃないんで、やっぱどっかで稼ぐことをだんだんやめていって使う方に消費者になっていかないといけないかなってところと、あと目標金額達成したらそれをどこの国で使おうかなってこともね、まあ様々考えていくってところでございます。まあ、ですので決済時はみんな違うと思いますけども、まあね、J さんも思うところあると思いますが、一緒にこれからもねこの XRP とイーサリアムしっかりと見ていきましょう。特にADA はね、ステーキング、本当これがすごいと思います。それでは一旦失礼します。